FM 流進堂 DJ の流進です。もう前回の更新から何ヶ月経ったのかわからないぐらい久しぶりの、録音になるんですけれども、まあいつも通りあれですね、車運転中にデジオっていうね、もうここ最近の、デジオをやる時のまあ僕の定番になりつつあるスタイルになってきてるんですけれども、まあ非常に車の中って意外に防音的にもいいし、空間的にも結構いいんですよね。割と、自然な形で、一人きりになることができる。また、まあ、適度な防音が、されているということでね。まあ、まあまあ、走りながらなんで、どうしてもエンジン音とかは入ってしまうのは仕方がないんですけれども、まあまあ喋りやすいわけですよ。はい。で、まあここ、何ヶ月間かの、ことについて、まずお話ししたいと思います。と言ってももうほとんど話す内容がですね、大体決まってまして、今もうこんな感じの生活になってしまったのかっていうことが自分でもびっくりしてしまうぐらいなんですけれども、もうここ何ヶ月間エコダユニバースのことばっかりで本当に忙しい日々を過ごしておりました。まあ初めて聞く方もいるかもしれないのでちょっと説明をしますとですね、エコダユニバースというのは東京都練馬区の、エコダっていう地域があるんですけれども、そこの地域で、まあ、アートの展示の企画をやってるんですけれどもね、エコダをアートの街にしたいっていう、コンセプトで活動してます。で、もうかれこれやり始めて3年経ちまして、その3年の間にかなりその変化っていうのが出てきまして、年々規模が大きくなっていくような、動きになってまして、それで非常に今、年間のスケジュールの中でもエコダユニバースが占める、時間、とか労力の割合がものすごい大きさなんですね。比重がものすごいことになってるんですよ。で、まあもうこれが自分の仕事としてね、きちんと収入的にもバランスが取れた形でね、やっていけるといいんですけれど、まだまだ収入っていう意味では、別に自分がその仕事一本で食べていけるわけでもないっていうような感じなんですけれども、まあただ、なんていうのかな、お金的に儲かる儲からないっていうのは抜きにして考えると、非常にその、今年間ですごい時間と労力かけて、この企画に携わってるんですね。んで、まあ前回、もうなんか何かの用事で車運転しながらデジをさせてもらったんですけれども、その時はあれかな、横浜のハンマーヘッドスタジオの関係の話してたのかな、もしかしてかもしれないですけど、ハンマーヘッドスタジオ関係の話をしてたのかもしれないんですけれども、まあ今、アート関係だともうほとんどそのエコダユニバースか、その横浜のハンマーヘッドスタジオか、で、大体もうアート関係、労力使ってしまうような感じなんですね。で、もうちょっと活動の幅広げられたらいいんですけれども、まあ現状、いわゆる働きながらですね、稼ぎっていうのを持ちながら、そういうアフターファイブ的な活動っていうのをさせてもらってる都合上、あんまりたくさんの、方向性には手を広げられないっていうことで、まあまあやれる範囲でどこまでやれるかってことで今考えながらやってるんですけれどもね、なかなか難しいです。で、今、
なんで車運転してるかっていうと、ちょうど奈良に行く、途中道すがらなんですけれどもね、奈良、ハナラートっていう展覧会に参加するために、今回、奈良の方に向かわさせてもらってます。で、まあ、最初、奈良アートプロムっていう奈良の展示の企画の方に参加させてもらいまして、でその後、その次の年から、ハナラートっていう、まあ、これも奈良の企画なんですけれども、その企画の方が、企画の方に参加して展示させてもらってっていう形で、やらさせてもらってるんですけれどもね。で、まあ、かれこれもう4年目の参加になるということでね、自分の中でもちょっと感慨深いなっていう風になってきているんですけれども、まあ今年は特にそのギャラリー要塞さんっていう、ギャラリーのところで、丸々場所を使わさせてくださるっていう、とってもその恵まれた環境の中で展示させてもらうことになりまして、あ、これはありがたいなというふうに思ってまして、ぜひぜひその、ありがたい環境の中で、やらさせてもらいたいなということで、今年は結構気合が入ったような状態でね、参加させてもらってるわけです。で、まあ、作家としても頑張んなきゃいけないんですけれども、今、エコダユニバースのディレクターやってるので、企画を作る、仕事をしているので、まあ、その企画を作るっていうことと、アーティストである、アーティストでいるっていうことのせめぎ合いなんですね。それですごく今、自分の態度っていうのが、わかりにくいというか、どういった、自分がアーティストなのか、企画をする人間なのか、ディレクターなのかっていうところで結構揺れているわけなんですけれどもね。その中で、どういうふうにやっていこうかってことを常に考えてはいるんですけれども、FM 流進度を始めてもう何年になるかな。その間にいろんなことが起こって、いろいろ環境が変わって、結構ね、高校の同級生なんかも結婚しだしてきて、しだしてきてっていうか、もうほとんど結婚してる人ばっかりで、子供もね2人目3人目っていうようなことですよ。で、その中で自分はまだまだ独身で、お付き合いしてる人もいないし、まあそんな形で、まあ、その分アートは続けられる環境にあるので、ありがたく、アートをやらさせてもらってます。ちょっと話まとまらないんですけれども、今現状こんな感じです、生きてますよっていう報告だけさせてもらいたいと思って、録音スイッチを押しました。では、おやすみなさい。